かないよ、そこ。あ、どこ？席がダメ。あ、ダメか。あー、胃が痛まで、フォアム通行止め。だともう抜けようないか。あっちゃー。席のジャン、ドライブインのところ、とりあえずちょっと駐車場お借りしましょう。そこでちょっと新名市の情報です。新名市が行けるよってなってたら、もう新名市の方から回りましょう。としか、しようがないな。あー。一応、想定されるところだと、下っちの方の25号線ってのもあるんですけど、あっちの方のが多分、道険しいんで多分ダメなんですよ。無理なんで。もう一旦席で出てダメですね。はい。あ、もう完全にバリケード張ってるんで、そう簡単にはこれは復帰しないですね。ってことは多分今ドライブインすごい人でしょうね。途方に暮れてますよね。初見だとね、どうしていいか分からないと思いますけど、一応ね、この先にドライブインがあるんで、ここからドライブイン、駐車場まだ多分開放されてると思うんで、開放されてるね。よし、ちょっとごめんなさい。ちょっと一旦止めて。ちょっと新名詞の情報とかちょっと確認してみましょう。うん。さあ、確認してみたけど、まあ、どこもダメっすね。参ったなぁ。参ったなぁ。台風自体は、もう、日本海側に、出たみたいです。日本はもうすでに縦断を終わったみたいなんですけど、この時間に、新名神も再開してないってなるとちょっと厳しいのかなぁ。まあ、四日市は38ミリ降ってるみたいですね。ぐ !38 ミリ、さっき降ってたのが多分20ミリぐらいの雨ですね。うわぁ、すごいなぁ。えぐいなぁ。今日ダメだなぁ。一応、ルートがないか聞いてみよう。うん、通行止め、情報から迂回しますってなってますけど。うん。その迂回ルートも通行止めなんだけどなぁ。ダメだなぁ。新名市の通行止め情報が入ってくる。鈴鹿峠の通行止め情報が入ってないんだな。ダメか。鈴鹿峠が、あ、ダメだもんな。鈴鹿峠もダメだからな。一応現実的なルートとしては、ダイヤインターまで、出てしまって、ダイヤインターから、これは、ダイソー国道出るパターンか？あ、じゃない。ダイソー国道じゃなくて、関ヶ原に抜けていく36号ですね。36号から、名神に乗ってっていうルートですけど、相当縦回りだもんな。もしかしたらそれ行くんだったら、下手すれば、それ行くんだったらもう本当に下手すれば、この通行止めをちょっと待って、解除になるのを待つっていう方の、もしかしたら現実的かもしれない。伊賀インターまでが通行止めっていうことなんで、三重県がだいぶ厳しいね。あれ ?1 号帰って、いやダメだね。1号もダメだね。まだ通行止め情報出てますね。全滅だなぁ。
ロッカーが、それジャティックの情報、ジャティックと今見てますけど、ちょっと厳しそうだな。ネクスコの公式発表で、オートという感じ自動車道もダメなんだね。ちょっと、まあ休んで、考えよう。ちょっと疲れた。完全に、作戦ミスった。こんなになると思わなかった。ちょっと仮眠取らせてもらおう。で、ちょっと考えましょう。ちょっと1時間くらい、仮眠取らせてもらって。で、ちょっと交通情報の更新を待ちます。それで、ダメそうだったら、もう、今回の企画は大幅に練り直して、私はそこの、亀山の快活あたりで、キングダムでも読んで、過ごそうと思います。ああ、なんてこったい。はい。住めるときに休みましょうね。まだスタイルですからね。さあ、ちょいと髪にとって、まあ30分ぐらいですけどね。ちょっと様子を見てみたんですけど、まあ全く再開をできる見込みがないんですよね。で、ちょっと大幅に予定をガラリと変えようと思います。で、今調べとったら、いわゆる近畿圏関西の大阪周り、京都とかそのあたりを中心にちょっと通行止めが結構いっぱい発生をしているという状況なんですけど、幸い北陸の方は大丈夫そうなんですよ。ですので、こっからちょっとルートをガラリと変えてですね、もういっそのことを、北陸自動車道の方から抜けるような感じで、東海北陸道か、そっちの方から抜けていくと、一応、高速、を使っていけば、4時間ぐらいで着くってことなんで、だから、今2時だから4時間ぐらい、6時、朝の6時とかに、分配、そのままね、投資できればいけるってことなんで、まあ、投資を休みながらでも朝一には、どうもつけそうなんで、完全にちょっとルート並行して、氷見駅の方に向かってみようと思います。まあ、もし、今パッと見て、通行止めがね、解除になっていたら、そのまま、行きますけど、今、JR 西、西日本じゃない、ネクスコ西日本の、公式のね、アプリの方で、10分前のね、更新予報を見たんですけど、今のところ再開予定、再開まだしてなくて、通行止めになっていて、で、しかも、実はね、このね、アプリの方から見てみると、進捗情報どれぐらいで解除されるのか、要は、その災害状況の確認とかが終わってますかどうかっていうような進捗情報も見れるんですね。これアプリ便利ですね。このアプリぜひお勧めしとこうかなと思いますけど。で、見てみたところ、進捗は全く進んでない状態と、いうことらしいです。まだその災害の、路盤の状況確認とかそんなのもできてないらしいんで、雨が収まったところからその災害状況の確認をして、それで OK だったら通行止め解除といったような流れになるということなので、これはかなりかかると思います。なので、もう東海北陸自動車道で、氷見駅、これ富山なのかな？調べてなかった。もう全く調べてないです。なんで、本当に行けるかどうかわかんないですけど、もうこっちで行こうと思います。何ヒンターで降りればいいのこれ。進んで、清水団長を入れて、そのまま進んで、高岡北インターというところから行ったらいいみたいなんで、もう Google 検索のナビで行く。もうちょっと Google ナビを、に期待をして充電しながら、ね、そうこういう時にね、充電できるやつとかも準備してあったんでね、車の場合はね、ほぼ無制限で使えますからね、これでズトンと行ってみたいと思います。ちょっとだいぶ予定が狂いましたけど、もう、こっちの方から潰して、まあ、最悪北陸シリーズっていう形にしちゃいましょう。よし、それで行こう。よし、では行ってみましょう。